ズラシ旅のロゴをズラシ旅の広告が映った瞬間のデジタルサインレージズラシ旅は2020年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う外出自粛措置により春先から初夏にかけ著しく乗客が減少した東海道新幹線の利用回復を図るとともに政府の GoTo トラベルキャンペーンに協力して沿線の観光地復興を支援するため JR 東海が提唱した 国内旅行キャンペーンである。正式には、ずらしたびと、ハッシュタグがつくが、一部の機器での本校へつらんじに表示されないことがあるため、以下の記述では、記号表記は省略し、ずらしたびとする。新型コロナウイルス感染症流行下における、旅行の最大の課題は、その感染予防に尽きる。そのために、重要なのが三つの密になる状態を避け、ソーシャルディスタンスを確保すること。 つまり、移動時や観光地が混雑しない状況を作り出す必要がある。その手立てとして、一週末や連休ではなく、平日に旅する、二層朝など空いている、時間帯を活用する、すなわち混雑する日時をずらして旅することを推奨するものとなる。旅は、ずらすと面白いをテーマに、元木正宏をイメージキャラクターに起用して、宣伝を実施している。 夏季需要喚起と印字された乗車票第一弾として、東海道新幹線及び在来線の継ぎで行ける、JR 東海管内と近郊の京都、奈良、大阪、伊勢、東京、横浜、静岡への観光客誘致をも論み、久々旅は新幹線のキャッチコピーで夏から展開。JR 東海ツアーズでは、自社ブランドの企画旅行商品、プラット、旅で、 新幹線宿泊を格安料金で提供開始。第2弾は、プラット小玉の運用を望み号にも適用した、プラット望みを企画。インターネット予約に特化した、プラット E プランとして販売。こちらは観光利用のみならず、ビジネス需要にも応えている。販売期間は、ダイヤ改正前の2021年3月12日、出発までとなっている。第3弾は、 女性のリピーターが多い京都を対象に、オズモルとコラボして、女子会的な旅を提案。リピーターならではの穴場的なスポットを紹介し、観光地自体をずらすことを進める。ツアーでは、東海道新幹線のグリーン車利用を確約して、車内密度軽減を図る。発売期間は2020年11月1日から12月24日。第4弾は2021年1月から始まる。 毎年恒例の軽の冬の旅での自社特別配管に合わせ、パックツアーのプラット旅では、ツアー参加者だけの貸切配管や夜間帯配管を設定することで混雑を避ける。第5弾は混雑具合に合わせて商品価格を変動させ、直前でもお得に旅行できるダイナミックプラットを、首都圏発京都限定で4月1日から5月31日まで販売する。 こちらは、首都圏の緊急事態宣言が延長されたことを受け、販売窓口の東海ツアーズが、営業休止中につきネット予約に限り、ウェブプラットとして販売。その後、3月21日で緊急事態宣言が終了し、翌日から販売窓口が再開したことを受け、店頭販売も開始し、9月30日分まで取り扱うことになった。第6弾は、 第3弾のオズモルトのコラボ企画パート2で4月1日から6月30日まで販売。第7弾は2021年夏に発売予定の人気ゲーム信長の野望申請及び戦国武装ごとコラボし戦国歴史謎とキラリーを展開する。ゲームに登場する戦国武将ゆかりの地で東海道新幹線停車駅がある京都、滋賀、愛知、岐阜、静岡を訪ね、 現地で出題される謎を解くと記念品がもらえる。ゆかりの地は必ずしも有名な場所とは限らず観光地自体をずらす意味がある。新幹線でいざ出陣をキャッチコピーに7月31日まで実施。第8弾は梅雨の混雑を避けられる時期に女子旅の京都旅行で体験型観光のこと消費に重点を置き観光地と雨を避け屋内で過ごす。 よう誘導する。軽油禅や軽野菜料理のおばんざい製作などを、人数限定で密を回避する。体験提供店には、消毒液の設置のみならず、単なる換気以上に、空気清浄機、空間除菌剤の設置など、感染防止策を徹底させている。第9弾は、リベンジ夏祭りをテーマに星野リゾートを提携し、東海道新幹線で行ける熱海のリゾナーレ熱海で、 ずらし要素を取り入れたアクティビティを提供。順次、他の星のリゾートとも連携企画を実施する。プラット、旅に参加の場合、提携する観光施設で使える、ずらし旅選べる体験整理表が配布される。例えば、京都や大阪では、レンタサイクルの無料利用や割引が適用されたりする。ずらし旅対象商品は、東海ツアーズ以外にも、 ホールセール商品として JR 東海が資本参入する日本旅行でも取り扱いしている。新幹線での感染防止策を伝えるピクトグラム JR 東海では新幹線車内での感染予防を徹底することで安心感を与えるよう努めている。JR 東海からのお約束として一余裕を持った座席提供に六から八分で車内を換気三駅 車両等の消毒、清掃、4飛沫感染の防止、午後希望の席を予約を掲げこれらをピクトグラム化して紹介。さらに、お客様へのお願いとして、1車内、駅構内ではマスクの着用を、2車内での会話は控えめに、3座席は回転させずご利用を、と啓蒙を促し、車内放送でも協力を呼びかけている。東海ツアーズでは取り扱う、 プラット小玉、望みのような添付クーポン券や料定表の発行を伴わない商品に関してオンライン予約、クレジットカード決済新幹線駅、専用券売機での発券と店舗を訪問し待合室で順番を待たずに済ませられるようにすることで店員や利用者同士の接触の機会を減らすようにしている。プラット旅は g o o トラベルキャンペーン対象商品のため、 ツアー料金の35%が値引きとなり、額面15%分相当の地域、共通クーポンも発行される。このクーポンがキャッシュアウトフローしないように、JR 東海グループの駅の売店などで使える、ことをポスターなどで案内している。マスコットキャラクターとして、新幹線の窓を擬人化した、ずらし旅モンスターずらし窓を採用。イメージムービーのナビゲーターは、 声優の山下大輝が務める。ビジネス需要を捉えた、プラット望みも含め、ずらした美のような旅行商品により、東海道新幹線の利用状況が10月の前年、同月比で54%減、11月は25日現在で50%減まで、回復し、11月21から23日の3、連休では、前年実績と比べ35%減にとどまった。 これに比例して、9から11月にかけてのシルバーウィークでは、東海道新幹線を利用しての関東方面からの京都訪問客数が増加し、観光業全般に活況が戻った。ずらし旅を含めた大阪旅行割引中止告知、関西のずらし旅、パンフスタンド。少し前まで東京観光案内としては、と、バス TDL、横浜中華街等のチラシが置かれていたが、 東京に鶴房、ついで3回目となる、緊急事態宣言が発出され、休業や密になる場所の紹介を外し、事前予約が必要な施設や露天風呂付け部屋がある、高級旅館などに切り替えた。新型コロナウイルスの流行を第3波により、感染拡大地域とされた大阪市と札幌市が12月15日まで、交通キャンペーンの対象から除外されたことを受け、ずらし旅でも、 対象となる新大阪駅を拠点とした大阪旅行のキャンペーン割引特典が停止された。また、年末年始の規制などを含む繁忙期の東海道新幹線の予約状況が例年になく伸び悩んでいる。さらに2021年1月8日に首都圏に、ついで1月14日には愛知、京都、大阪とずらした対象地域に緊急事態宣言が発出されたため、 東海ツアーズや日本旅行の多くの店舗も臨時休業となり旅行販売が困難になった。軽の冬の旅デスティネーションキャンペーンでの目玉となる自社特別配管のうち一部の自社が感染防止の観点から配管停止措置を取り2月28日に京都府の緊急事態宣言が解除されたが変異株流行の兆しもあるため門川対策京都市長が 京都観光は2週間は遠慮してほしい特重の発言をしたことで今シーズンの旅行企画商品は絶望的な状況となった。加えて東海道新幹線東京駅、品川駅に接続する JR 東日本の山手線と京浜東北線車内のトレインチャンネルで京都市観光協会が桜の季節から新緑を迎えるゴールデンウィークにかけて今は 京都を心で感じてくださいという映像広告を流し、事実上、今は来ないでくださいという姿勢を示した。また、4月5日から大阪市が、12日から京都市や東京23区などが、20日から名古屋市や横浜市などずらし旅対象地が、まん延防止等重点措置の適用対象となり、4月25日には東京、京都、大阪に3回目となる。 緊急事態宣言が出されたため該当地の東海ツアーズは臨時休業となり、再びモノミユさんの観光で訪れにくい環境となった。こうしたことを受け、営業を続ける東海ツアーズでは2021年のゴールデンウィークは東海道新幹線主要駅ごとの地元で過ごすステーケーションを奨励することになった。結果として2021年ゴールデンウィークの 東海道新幹線上り自由席乗車率は最大20%に止まり、ずらし旅の効果は限定的なものとなった。ずらし旅について、ガムウツミ観光庁長官は、奨励されるべき新しい旅の様式と賛辞したが、年末年始の2回目の緊急事態宣言下において、SNS 上では旅行を売るべきでないといった批判もあり、その一方で他の旅行会社では、 密になりそうなツアーも販売していると擁護する意見も見られた。ずらした日としてではないが、JR 東海では、東海道新幹線乗り放題と沿線の定型ホテルを利用できるワーケーション企画として、東海道新幹線前ワーケーションを5月6日から7月20日まで販売する。ワーケーションと銘打っているが、観光旅行として使うことも可能で、混雑状況によって、 宿泊先をずらすことができるずらし旅では健康志向や環境への配慮といった意識の高まりからレンタサイクルの利用を推奨している。欧米ではサイクルツーリズムとして自転車による観光地巡りが定着しており、日本でも国土交通省が自転車道のみならずナショナルサイクルルートを設営するなどサイクル観光の推進を始めた。ずらし旅でのレンタサイクル利用は こうした需要に応えるものと位置づける。また、GoTo トラベルキャンペーンは2021年1月末をもって終了する計画である。割引、特典がなくなっても旅行に出向かせる原動力として、ずらし旅で体験した自分らしい旅の発見、感動を上げ、地域の新たな魅力や付加価値の発掘にもつながるとする。 ウィズコロナ、アフターコロナ時代の新たな旅の幕開けとなる2021年のトレンドは 5S すなわちセーフ、スローワー、ソウルフル、桜などサステナブルとされる。ずらし旅はこれらの要件を満たしており、他社のツアーに先駆けた取り組みと言える。ありがとうございます。